大学受験用参考書科学編。今回は用途別、レベル別に数ある科学の参考書問題集をできるだけ多くご紹介していきたいと思います。今回は、えー、このような目次で進めていきます。終盤では、えー、厳選学習ルートも紹介しますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず基礎固めの段階として教科書棒用の問題集、それから導入用の参考書といった流れで紹介していきます。 おそらく大部分の方が初めに手にする、まあ、あるいは購入するもの、その候補になるものです。まず教科書応用からいきます。はい。セミナー科学、エクセル科学、リードアルファ。あとニューグローバルなどもありますけど、まあ、大体これらで、シェア締めると思います。まあ、ほとんど違いはないと言ってもいいんですが、ただ問題数が多い順にセミナー、エクセル、リードというふうになります。で、その問題数の違いは発展問題の数に影響してくるので、まあ、 セミナーが一番難易度は高めというふうに言えます。続いて導入用の参考書です。まずシグマベスト科学の必修整理ノート。こちらは有名な浦部先生が作られたものになります。解説が少なめでどちらかというと重要事項や用語を覚える暗記用の書き込みノート。 それから右側、とっても優しい科学基礎。こちらは科学基礎と科学の二分冊になっています。まあ、いずれにしても解説がわかりやすくてと、苦手意識が強い人向けって感じなんですけども、逆にその最低限の内容しか扱っていないので、本、う、当、ん、ん小学者向けとか定期試験対策用って感じです。で最近、新家庭版が出たばっかりみたいで、その右側のちょっとイラストっぽい方が、えー、改訂版になります。それから下の方、 足詰めのゼロから劇的に分かるシリーズ。えー、本家 Do シリーズはまた後で出てきますが、えー、これも Do シリーズに新しく加わっています。まあ、なかなか評判良くて、えー、大きめのフォント解説も分かりやすくて、定期試験対策にも向きます。えー、小学者向けです。が、えー、問題数は少なめです。引き続き導入参考書。まず左側から行きます。岡本の入試科学を一から始めるシリーズ。こちらは理論編と向き行き編との2分冊になっています。 ずっとイラストが分かりやすくシンプルにまとまっている印象です。基礎固めにおすすめ。続いて、他の科学が初法からしっかり身につく。えー、理論科学と無機化学、有機化学。こちらも二分冊になっています。基礎を中心にうまくまとまっている印象です。そして左側、東進ブックス。騎士の科学をはじめから丁寧こちらは理論科学編と無機化学編。有機化学編はまだ、えー、発売されていないようです。フルカラーで見やすい感じの印象です。次は右側。 世界一わかりやすい科学基礎科学の特別講座。こちら、四隅の西村先生が作られたものです。えー、一冊で全文や完結していますが、えー、例題解説型で結構ボリュームが多いタイプなので、小学生向けではあるんですけど、結構時間がある人向けって感じです。もう一つは、二見太郎の早わかり科学、えー。こちらも一冊で全文や完結しています。 当真などでも活躍された二見先生。二見先生結構ハイレベルなイメージもあるんですけども、基礎固めや苦手な人向けに分かりやすく作られています。あともう一つ、坂田薫のスタンダード科学。こちらは三分冊です。で、スタサプで有名な女性の先生なんですけども、どちらかというとスタサプ併用者向けって感じですね。あともう一つ、坂田先生は、 こちらは基礎から割と応用まで幅広く大切なポイントを整理したものになりますで。さらに導入用の参考書。まず一番左側。宇宙一分かりやすい高校科学。こちらも3分冊になっています。イラストが多くて分かりやすい印象です。で、端末に問題集がついてるんですけど、それも結構使える感じです。そして2つ目。 カメのほにゃららが面白いほど分かる本。こちらも同じく3分冊。でこちらは解説が詳しくて、いわゆる脱暗記を目指しているということで書かれています。巻末に付録があるんですけど、そちらも使えると評判です。続いて右側。ドゥシリーズ。いわゆる本気ドゥシリーズです。まあ、おそらく科学の参考書では最もベストセラーと言えます。講義形式でレイアウとも読みやすい。 ただし、初学者には少々難しいかなという印象です。えー、個人的には、かまたの理論、そして、福間の無機科学。こちらがおすすめです。で、4つ目、テル意識解放カード。こちらも3分冊になっています。えー、カラーで講義形式。で、内容も詳しくて、辞書的にも使えます。で特に、巻末の解放暗記カード。こちらが使える、秀逸だと、えー、言われていますで。科学を受験科目として使う場合。 かつ、割と高みを目指す場合の導入用としては、このあたりがおすすめかなと。この4つを比べた場合は、左側2つが、割と取り組みやすくて、右2つの方が少し詳しめっていう印象です。続いては、導入参考書ではなくて、詳細参考書というふうに書いてます。まあ、かなり詳しめの参考書を紹介します。左側、科学の資研究、浦部先生。こちら、あの、書いてある通りで、難関突破のバイブル。 結構分厚くて、えー、しかも短縮ずり、モノクロです。使い方としては、辞書的にはもちろん使えるんですけども、まあ、例えば向きとか勇気なんかはこう読んでいって、まあ、色がついた線とか引きながら、えー、読んで知識を増やしていくっていうやり方もありだと思います。それからもう一つは、寸大の石川先生が出されている心理系の科学です。まあ、こちらもモノクロです。 が、まあ、えっ、ー、と、新研究と比べると、どちらかというと、自証的というよりも、こう、解放を解説していくっていう、まあ、割合が多いのかな、というふうに思います。で、こちらは2分冊で、O 番、いわゆる B4 番になります。で、さらに右側行きます。まず、辞典参考書ということで、チャート式シリーズ、それから、オーブン社の総合的研究を出しました。まあ、それぞれカラーで、新研究ほど詳しいわけじゃないですけども、まあ、教科書よりは、詳しくて見やすい。 えー、辞書的な使い方におすすめです。で、さらに、一番右、図録、資料集、えー、上の方がフォトサイエンス。それから下の方がサイエンスビュー。まあ、どちらでもいいですし、まあ、それ以外でもいいんですけども、あの、フルカラーでいろんな物質や図表が載ってます。で、科学の勉強する際に、そういう 物質の色とか、えー、つながりとか、そういったところ結構重要になってきますので、まあ、受験用の理解や暗記を深めるためにも、ぜひ持っておきたい。えっ、ー、と、フォトサイエンスの方はデジタル版もあるようです。次は市販の問題集に移ります。まずは基本から標準レベル。左側のピンクが科学、入門問題成功。こちらは苦手な人、あるいは小学者向けになります。 ただ、あえてやる必要がなければ、隣の基礎問題成功から始められるのであれば、それで OK。その緑の基礎問題成功は、102台という厳選された量門で構成されていますので、基礎を早く終わらせたい、無機有期を含めて早く一周したいという人におすすめです。続いては科学の新標準演習。こちらは浦部先生。 グラ先生はもともと科学の新演習を先に作っていますが、その後にもう少し標準レベルの問題集があったらいいなということで作ったんだと思います。内容としては単元ごとのまとめや確認チェック、それから例題と標準問題、さらには共通テストチャレンジというようになっています。問題数かなり多いですが、状況に応じて問題を選びながら進めても OK。良くも悪くも解説が詳しいので、やり込めば十分力がつくと思います。次は寸大の2冊。 まずは化学品質スタンダード問題230選こちらは少し優しめから標準レベルの計230台一方で理系標準問題集は標準から難関レベルで計208台難易度の幅は結構広めですでこの2冊は状況に合わせて選ぶと良いかなと思いますそして最後シグマベスト入試標準問題集割と問題数多いですがレベル分けされてますので、まあ、確認問題重要問題 チャレンジ問題、まあ、いわゆる東大レベル含めます。難易度の幅が結構広いので、えーまあ、それぞれのレベルに分けて解いていくようだと思ってください。あるいはタイプ別問題リストっていうグルーピングがあって、まあ、例えば記述問題、構造決定、操作問題、思考力問題などに分かれています。目的に合わせて解いていくと良いです。解説も詳しいので、問題集自体分厚いですで。これらの中でどの問題集から取りかかればいいかという最初の一冊っていう意味でのおすすめを言うと、 この3冊になります。続いて、標準から難関レベルの問題集。まずは一番左、応文社から出ている科学の両問問題集です、えー。こちらは問題数多くて、まあ、先ほどの入試標準問題集と、まあ、レベルも中の構成も大体似ています、えー。レベル別に確認問題、必須問題、レベルアップの3段階になっていて、まあ、最後は東大、えー、レベルの問題が入ってたりします。 ただ少し違うのは、各単元の最初にまとめがあるっていうところは、まあ一つ利点かなというふうに思います。続いて、科学の重要問題集です。こちら学校で配布されることが多いので、皆さんご存知だと思うんですけども、中はレベル A と B に分けられていて、A が入試標準レベル、B が難関レベルというふうになっています。で、単元ごとのまとめもあります。 が、まあ難点といえば解説がやや飛んだり、まあ省略されがちだっていうところです。で、3つ目、do シリーズ蒲田の問題演習。こちらのレベルとしては、標準レベルからやや難関レベルって感じです。はい。続いて、科学の新演習、浦部先生です。まあ、こちらもベストセラーと言っていいと思います。まあ、ただ、難点としては、モノクロっていうところと、あと図やイラストが少なめです。続いて、 応文社の標準問題成功。いわゆる標文です。こちらも難易度高めです。ただ問題数は割と少なくて102台、えー。両門が厳選されています。解説も詳しくわかりやすいです。そして最後、寸大石川の心理系の科学問題百選です。でこれが科学の問題集で一番難しいんじゃないかなというふうに思います。東大、京大などの最難関志望で、えー、なおかつ時間的に余裕がある人向けです。 はい。では、入試問題集その他ということで、いくつか補足的にご紹介しておきます。まず左側、科学、解放の焦点です。こちらも実は浦部先生が著作されています。標準レベルかつ例題解説型で、まあ、図解が多くてわかりやすい。続いて同じく Z 回、入試の各種です、えーと。こちらは難関レベルの問題集。数学などもありますけど、同じように難関レベルの問題集です。 続いて3つ目。角動側から出媒されているゴールデンルート。上の方が基礎編50代。下が標準編80代。というふうに問題がかなり厳選されたものになります。そして最後。 青色のやつ、マスターノートですね。えー、とこちらも理論科学、向き、えー、勇気というふうに3分冊になって、えーまあ、超品質っていうのをこう厳選してるんですけども、入試問題を解題して作ったノート型問題集って、まあ、ちょっと新しいタイプの問題集になります。難易度の幅は結構広めで、初、えー、学者にちょっと厳しいレベルになっています。ここからは分野別の問題集を紹介していきます。まずは理論科学の問題集です。 まず左側、基礎からのジャンプアップノート、理論科学編です。ちょっと寄ってみてみると、えー、と橋爪先生の著作なんですけど、計算暗記ドリルっていうふうに、まあ、書き込み式のノートで、えー、計算問題も入ってるんですけど、解説はあまり詳しくないので、まあ、どちらかというと定期試験用、まあ、覚えるよって感じですかね。それから右側、科学計算の考え方、解き方。 えー、シグマベスト、浦部先生になります。えー、構成として、まずポイントが書かれていて、その後、例題、類題練習っていう流れになります。割と優しめで、親切に作られている印象です。無機と有機の計算問題も含みます。定期試験にも使えると思います。続いて右側です。テル意識問題集、理論科学の計算問題の解き方。難易度は少し高めになりますけど、解説が詳しいので、えー、十分使えると思います。 解放カードと併用すするのに向いていてますで一番右、石川の科学の計算です。でやはりこちらレベルは難しめで単色ずりになっていますで。石川先生の問題集参考書って割とそうなんですけど、あのレイアウトが問題と解説のこう連続形式になってるんですね。ちょっとこう、ページ割りがこう一個一個分かれてないというか、連続性になっているので、まあ、その辺はちょっと好き嫌いが分かれるところかなというふうに思います。 で、こちらで一番おすすめというか、一番汎用性が高いのは、シグマベスト科学計算の考え方、解き方の浦部先生のものになります。続いて、無機有機のみの問題集まず左側からいきます。基礎からのジャンプアップノート。無機有機化学、暗記ドリル。橋爪先生ですね。えっ、ー、と、ま、無機有機の書き込み式ドリル。暗記用に特化して作られているので、まあ、定着確認用、まあ、あるいは定期試験対策用として使えると思います。 ただ、ま、解説がないので、まあ、何かと併用して使う方がおすすめです。続いて、テル意識問題集、有機化学の問題文の読み方という本です。えー、若干レベルは上がってきますね。標準レベルから難関レベル。続いて右側。中共出版の有機化合物の構造決定問題の要点集。 えー、こちらは基礎事項のまとめがまずあって、その後の演習なので、まあ、割と使いやすいかなというふうに思います。ただ問題レベルは結構高めで、まあ、14問題集などと併用する、まあ、あるいはその後にある感じです。そして最後、石川の有機化学演習。これは寸在のまあバイブル的な教材なんですけど、問題数がかなり多い、まあ、いわゆる網羅型なので、 えーまあ、全部やると相当時間かかります。まあ、問題の選び方を含めて使用方法は要注意、要検討ってところです。続いて実験考察系の問題集。左側からまず応分者の共通テスト、実験資料の考察問題24。まあ、この名の通り共通テスト用の問題集になります。問題数は少なめで直前期に仕上げるよう。問題のレベルは決して優しくはありません。 二つ目、寸大から出ている思考力が身につく科学実験問題31。えっ、ー、と、少し前にあった9番、科学実験考察問題の解放ってやつの改定版になります。どちらかというと二次対策用ですね。そして三つ目、角川から出ている科学基礎科学の実験問題が面白いほど解ける本。えー、こちらは書いてある通りで共通テストと二次対策の、まあ、両方、まあ、汎用って感じになります。 続いて医学部対策問題集。左側、医学部の科学というブ文社から出版されている著作は鎌田先生。こちら440代と、まあ、幅広く医学部の入試問題を集めた問題集になります。どちらかというと次第向けだと思いますが、特徴としては全ての問題に時間設定があるところです。一方、右側、サピオゼミグループから出ている医学部の科学。 まさにこちらに書いてある合否を分けるこの一問って感じで、いわゆる難問や馴染みが少ない問題をこう集めたちょっとニッチな問題集って感じになります。まあそれぞれ中堅次第向けかやや難関向けっていう位置づけです。そして最後、共通テスト対策過去問の問題集です。まず左側共通テスト対策の方から見ていきます。一番左側は実況出版から出されている問題タイプ別。 大学入学共通テスト対策問題集の科学と科学基礎ですで。それぞれ共通しているのは、問題を知識系、計算系、実験グラフ系、さらに思考系に分類して、問題をこう整理しているところで、割と基本レベルから勉強できるようになっています。左から2列目は、寸大から出ている短期攻略共通テスト科学。 そして、応文社の共通テスト実践対策問題集です。それぞれ単元別にオリジナルの問題が配列されています。そして右側は大学別の過去問で構成されたものです。教学者の東大の科学25か年。右側、寸大の東大入試紹介25年。そして下、東京工業大学への理科実践模試演習。これは東高大模試の過去問を集めたものになります。物理も一緒に入っています。 以上、用途別、レベル別に、えー、科学の参考書、あるいは問題集をご紹介してきました、まあ。だいたい全体を分類するとこんな感じになっています。はい。で、ここからは、えー、おすすめの厳選学習ルートを4つほどご紹介していきます。まず、ー道ルートその1。最もポピュラーなセミナー科学。これから始めて、次もポピュラーな重要問題集。そして、難関大志望であれば最後に標準問題集。これが一つのオーソドックスな流れだと思います。 ただそれぞれ結構難しいですし、あと特に前2つセミナーと重要問題集ちょっと解説不親切だったりします。まあ、その代替案として標準問題成功へのルートとして考えた場合、まあ、当然基礎問題成功っていうのは考えられるわけです。 ただ、基礎問成功と評問のギャップって結構大きいですので、その間に例えば寸大の理系標準問題集を挟むなどするのがおすすめです。まあ、重要問題集と理系標準問題集、こちらどちらかいずれか片方でいいと思います。続いて、王道ルート2。今度も学校配布ですが、まずは Excel から始めるとします。その後、科学の新標準演習、そしてその後、難関大志望であれば新演習へと移ります。 いわゆる裏ベルートになります。ここでは裏ベルートで統一するとして、科学の新研究、そして科学計算の考え方、解き方で揃えておきます。3つ目は苦手克服ルートというテーマで作っていきます。まず前半冒頭で説明した導入用の参考書、例えば、端詰ののロから劇的に分かるや、岡本、岡野、あるいは宇宙一などで基礎を理解しつつ、で、応ン社の基礎問題成功で演習をしますと。 この段階である程度基礎ができたっていう前提で右側、えー、仕上げに両毛問題集やシグマベストの入試標準問題集などで数をこなしていきますとでさらに無期有期の暗記定着用としてジャンプアップノート暗記ドリルも使えると思います最後4つ目は欲張りルートとして難関大志望用のルートを作りましたまず導入用の参考書として Do シリーズ 導入用としてはあまり優しくありませんが、まあ、学校の授業についていけてるなら問題ないと思います。それから問題演習も並行してやりたければ、Z 界の解放の書店こちらもおすすめです。それから問題集は、10問や寸大の理系標準問題集。あるいは、ドゥシリーズで揃えたい場合は、蒲田の科学問題演習でも良いと思います。そして、最難関用として、寸大、石川の心理系の科学。 もちろん標準問題成功や新演習でも良いですが、今回は寸大よりのルートということにしています。で、さらに有機化学演習、それから思考力が身につく科学実験問題31ということで寸大で揃えてみました。やっぱり科学は、えっ、ー、と、鎌田先生とか、えっ、ー、と、橋爪先生もそうなんですけど、寸大系は結構強い印象がありますね。最後に少しまとめておくと、科学は用途別に、例えば理論、無機有機であるとか、参考書と問題集、有機演習用、 計算問題集あるいは暗記用教材など、まあ、それぞれ一冊ずつあると良いと思います。ぜひ自分に合った教材を探してみてください。ということで大学受験参考書科学編以上お役立ていただければ幸いです。